それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。アベラール前に行きそうです。先手を取ったのはサウンドビバーチェ、内からはウィンカーネリア、その外からマテンロースカイ、その隣にプードジボン、ドルチェモア、そのうちに続いています。並んで10番ダノンタッチダウン、クリームファクシー、すぐ後ろ、その後ろにウンブライル、その後ろにオナコースト、黒の帽子ルージュリナージュ、その後ろ並んで6番マスクソディーバ、内からはウーオービスケッツ、これに続いてアスクコンガモンダ。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭はウィンカーネリア、ルドジボン、ほとんど差がありません。間を挟んでマテンロースカイ3番手。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はルドジボン、内の方からウィンカーネリア、ウィンカーネリア、ここで先頭に躍り出た。あと 200m、 マスクトディーバ追い上げてきた。マスクトディーバ抜けた。2番手はマテンロースカイ、マスクトディーバ降臨。2着はマテンロースカイ、3着にジャスティンカフェ、勝ったのはマスクトディーバ。このレースを制したのはマスクトディーバ。スタートしました。マテンロースカイ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。マテンロースカイこの辺りも前へ行きます。先手を取ったのはマテンロースカイ、ウィンカーネリア、そのうちに続いています。その後ろからはサウンドビバーチェ、内からはドルチェモア、その外にプードジボン、クリームファクシー、それに続いています。並んで10番ダノンタッチダウン、これに続くのがオナコースト、アベラーレ、すぐ後ろ、その隣にマスクソディーバ、内からはアスクコンガモンダ、黄色の帽子ウンブライル、その後ろ、この位置にウーオービスケッツ。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ウィンカーネリア、2番手はウードジボン。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンカーネリア先頭、外から勢いよくウードジボン先頭、楽な手応えでウィンカーネリア先頭に並びかける。残り 200m を通過してウードジボン伸びてきた。一気にジャスティンカフェ、ウードジボン先頭だ。ジャスティンカフェ、ジャスティンカフェ1着、2着にはどうやらウードジボン、3着にマスクトディーバ、ジャスティンカフェ見事このレースを制しました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ドルチェモア前に行きそうです。先手を取ったのはドルチェモア、赤の帽子ウィンカーネリア、その後ろマテンロースカイ、すぐ後ろ並んで13番プードジボン、これに続いてサウンドビバーチェ、すぐ後ろにクリームファクシー、内からはダノンタッチダウン、その隣にアベラーレ、ウンブライル、そのうちに続いています。並んで4番ルージュリナージュ、隣にはウーオービスケッツ、その外にコナコースト、内からはアスクコンガモンダ。これはややハイペースです。先行勢には厳しいところ。先頭は依然としてドルチェモア、まだ粘っています。2番手はウィンカーネリア。さあいよいよ直線の攻防、ドルチェモア先頭、マテンロースカイ伸びてきた。ここで先頭はマテンロースカイ、内からウィンカーネリア、外からフードジド、残り 200m、 先頭はマテンロースカイ、先頭はマスクトディーバ、2番手はウンブライル、マスクトディーバ1着、2着にはどうやらウンブライル、勝ったのはマスクトディーバ。このレースを制したのはマスクトディーバ。スタートしました。マテンロースカイ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてマテンロースカイ行きました。ウィンカーネリア先手を取りました。その外からドゥドジボン、内からはドルチェモア、その外にサウンドビバーチェ、その外にアベラーレ、その隣にクリームファクシー、すぐ後ろにダノンタッチダウン、さらにはウーオービスケッツ、ウンブライル、その前に進出アスクコンガモンダ、すぐ後ろ、その外にコナコースト、その後ろにマスクソディーバ、サクラトジュール、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペースです。さあ先頭はマテンロースカイ、ここで先頭が入れ替わりました。ウードジボン、マテンロースカイ2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウードジボン先頭、内からウィンカーネリア、外からマスクトディーバ、ウードジボン先頭、内からウィンカーネリア、あと 200m、
取る。マスチトディーバ追い上げてきた。先頭はマスチトディーバ、2番手はウィンカーレアン。マスチトディーバ強い強い。マスチトディーバ圧勝ゴールイン。2着はウィンカーレアン。マスチトディーバ見事このレースを制しました。スタートしました。ダノンタッチダウン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。10番ダノンタッチダウン行きました。先手を取ったのはダノンタッチダウン、その隣にマテンロースカイ、その外にグードジボン、ウィンカーネリアン、それに続いています。少し開いてサウンドビバーチェ、ドルチェモア、そのうちに続いています。その外からアベラーレ、ピンクの帽子、フリームファクシー、その後ろルージュリナージュ、それに続きます。並んで2番アスクコンダモンダ、すぐ後ろにホウオウビスケッツ、内からはサクラトジュール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでウィンカーネリアン先頭に変わりました。フードジボン、ほとんど差がありません。ダノンタッチダウン、3番手ウィンカーネリアン先頭、前に迫るフードジボン、内からマテンロースカイ、外からクリームファクシー、ウィンカーレディアン先頭、フードジゾン伸びてきた。あと 200m、 マテンロースカイ追い上げてきた。マテンロースカイ抜けた。ジャスティンカフェ抜き去る。ジャスティンカフェ、ジャスティンカフェ1着、2着以下は横一線です。ジャスティンカフェ見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、フードジボン前に行きそうです。ウィンカーネリアン先手を取りました。すぐ後ろにドルチェモア、その外にマテンロースカイ、その後ろにサウンドビバーチェ、ダノンタッチダウン、そのうちに続いています。その外からフリームファクシー、並んで16番アベラーレ、内からはウンブライル、青の帽子ホウオウビスケッツ、その後ろその外にコナコースト、内からはアスクコンダモンダ、マスクソディーバ、それに続いています。内からはサクラトジュール。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。さあ先頭は依然として5番ウィンカーネリアン、2番手はマテンロースカイ、フードジボン、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンカーネリアン先頭、さあフードジボン一気に来た。外からクリームファクシー、ウィンカーレディアン先頭、外から勢いよくフードジボン先頭、200を切った。2番手はウィンカーレディアン、クリームファクシー、マスクトディーバ抜き去った。マスクトディーバ、マスクトディーバ1着、2着にはどうやらクリームファクシー、3着にフードジボン、勝ったのはマスクトディーバ、このレースを制したのはマスクトディーバ。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さて何が行くのでしょうか。マテンロースカイ前に行きそうです。マテンロースカイ先手を取りました。その隣にプードジボン、ウィンカーネリアン、そのうちに続いています。さらにはドルチェモア、その外にサウンドビバーチェ、フリームファクシー、すぐ後ろ黄色の帽子ダノンタッチダウン、その後ろその外からアベラーレ、並んで12番コナコースト、この位置にウンブライル、ここにつけたのがホウオウビスケッツ、この集団にアスクコンダモンダ、すぐ後ろにルージュリナージュ。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ウィンカーネリアン、2番手はマテンロースカイ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンカーネリアン先頭、さあマテンロースカイ一気に来た。ウィンカーレディアン先頭、外から勢いよくウンブライル先頭、あと 200m ウンブライル、さらに足を伸ばす。2番手はマスチトディーバ、ウンブライル先頭だ。ウンブライル、わずかにウンブライル体勢有利。スタートしました。マテンロースカイ好スタート。おっとサウンドビバーチェ出遅れてしまいました。前へ行くのがマテンロースカイ、フードジボン先手を取りました。内からはウィンカーネリアン、その後ろにドルチェモア、その外からダノンタッチダウン、サウンドビバーチェ、その前に進出アベラーレ、それに続いています。ウンブライル、そのうちに続いています。その外にクリームファクシー、コナコースト、それに続きます。その隣にホウオウビスケッツ、その横にマスクソディーバ、内からはルージュリナージュ、その外にジャスティンカフェ。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでウィンカーネリアン先頭に変わりました。フードジボビーほとんど差がありません。ライオンコーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンカーネリアン先頭、フードジボビーようやく上がってきた。外からマスクトビーバ、内からマテンロスカイ、あと 200m 一気に後続がやってきた。前に迫るマスクトビーバ、先頭を伺う勢い。マスクトビーバ抜き去る。マスクトビーバゴールイン。2着は微妙です。勝ったのはマスクトビーバ。このレースを制したのはマスクトビーバ。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。フードジボビ前に行きそうです。フードジボビ先手を取りました。ウィンカーネリアそのうちに続いています。その外にサウンドビバーチェ、内からはドルチェモア、その外からアベラーレ、内からはマテンロースカイ、これに続いてクリームファクシー、その隣にダノンタッチダウン、内からはウーオービスケッツ、並んで4番ルージュリナージュ、ウンブライド、それに続きます。赤の帽子マスクトディーバ、その後ろここにつけたのがアスクコンガモンダ。これはややハイペースです。先行勢には厳しいところ。この辺りで先頭が変わりました。ウィンカーネリアフードジボビほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はマテンロスカイ、さあフードジボビ一気に来た。後方からウンブライル、マテンロスカイ先頭、残り 200m、 先頭は依然としてマテンロスカイ、一気にマスクトディーバ、マスクトディーバかわす。マスクトディーバ1着、2着は微妙です。勝ったのはマスクトディーバ。このレースを制したのはマスクトディーバ。